はい、来た、おはようさん。今回なんと、うん、国内旅行をやっと決まりまして。お、マジで、はい、お待たせしました、お待たせしすぎたかもしれません、つてかつてかつってんじゃねえよ、お前、うん、今から旅行に行きたいなと、うん、どこ行くの。石川県の加賀温泉です。マジでちゃんとした旅行やボケなしで、はい、いいね、ありがとう、はい、ちょっといろいろあって、うん、行かせてもらえることになったので。あ、マジで、はい、うわ、素晴らしい。行きましょう。行こう。じゃあ、まずいつものお願いします。いや、ちゃうよ、だって新幹線は乗りますよ。なんでこれ来なあかんの。まあ、始まるんで。いや、じゃあ、ちょ、待ってえな。その新幹線ずっと回しとけよ新幹線ずっと回しとけよって新幹線ちょっとグリーンなんで分かれちゃいますけどさ、うん、いいよ、それだったらもう回すやめてやめて、なんだお前、俺ニッカポッカのオレンジのニッカポッカで新幹線乗らんマジで嫌や、そんな一人無理ですか。当たり前、顔させやんけまあ、そうっす、うん、回してくれんだ、それはいいけど。あ、はいはいはい、何言ってんねん、タクシーは回すんけ。でもタクシー、今から行きますみたいな。そうですね。いや、ほら、どうもほら、まだ着替えさせてくれよそれは分かりました。のいや、もうここですなよほなスタートを駅からえ着いてからせよ、金沢か、金沢やろ、金沢で、はい、着いてからにせよ。それお迎え行きたかったんです、ルミエまで。来なよ、鬱陶しい、はっきり言うたら鬱陶しいってなあ。本当ですか、うん、一緒にスタートから行きたいなと思って。いや、スタート変えろって言ってスタート地点スタート地点変えてくれよ。一回それはお願いします。すみません、上だけでええやろ、下もかめちゃくちゃやで、ほんま頼むわ。すみません、佐藤とこないだ喋ってたわ、あの登録者数増えませんって言うて頼むで。それでまあこれ着替えなあかんの、はい、めちゃくちゃやわ。やっぱりサック不気作になってから行きたいなっていう。なりたないねん知らんねん、そもそもジャンバー、あ、ジャンバーだけでいいやん、ギュッと閉めてたらそうです、どっかで来ましょうね。どっかで来ましょうって俺のタイミングがこれ俺のお根元のじゃないの合ってるこれ、サイズ全然違う、ほんま。いややわ、マジで下田は私服でやったらよかったな、そも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 のスタート帽子がはずいね。あと荷物もちゃんと楽屋に置いてるし、普通に。落ち着くなって、落ち着くなって。俺はもう全くもう心ざわざわしてるわ、ちっちゃい行けば吐きそう。え、下もあるんで一緒に的にはどうしてんの人殺し屋でやってることなあ、どうしようかな、ちょっと悩んでてるから端端しっかり出た近々もう衣装もほら着てきたな、変えなあかんな色が良くないわ、この全体の色合いがめちゃくちゃいいと思って買いましたよ、うん、ミスった。いや、もう何がミスったって、やっぱ帽子やこれがマジでほんまに恥や、マジで帽子を変えるチャンスや。一般の人にこの帽子かぶってほしいっていうのを募集しようぜ空気作、空気作を見てくれてる人がさ、この帽子かぶってくださいって残ってきてくれてさ、それでいいやつを選ぼうよ。ああ、よくない、うん、この帽子どうですか、ね、あるいはいろいろ野茂英雄キャップとかさ、トルネードキャップとかさ、あのそれこそ USJ のジョーズキャップとかさ、いっぱいあるやん、キャップ帽子って可愛いの、はい、そういうのをしてくれたらええんちゃう。そうですね、うん、もし来たら、まあ、来るわけないかもしかしたら見てる方もこれをかぶり続けてほしいっていう、そうやな、思いがあるかもしれないので、うん、
なんか帽子屋さん被ってくれてよかったよな、スポンサーとしてな。そうですよね、そしたらもうぜひ根本これ楽屋にある荷物持ってこい全部こんなもんでお前ルミネのとこうろちょろできへんやろか。なんでですか、恥ずかしい。なんでですか、全然大丈夫です。恥ずかしいね。マジでスタッフ全員被らすね。ほんまに。俺が自腹で、自腹でやってんだ。おもろい。どう思うか、わからん。おもろい。めっちゃおもろいじゃないですか。いや、お前おもろいってあかんねん、これ。ほんとやろ、これ。めっちゃおもろいじゃないですか。面白い。やるか、お前。ハルラ、カワハルラ。ハルラ、カワハルラ。やってんの、YouTube。サック、フキサック。あ、これなんか撮ってるんですか、これ。YouTube。あかんな、ごめん。それ YouTube ですか。そんなキャラちゃうやろ。何でも若い髪みたいに何でも食いつけろ。ションベン？違います、違います。ションベンのね、そんなのまだ。ゾウが怒った時にしか出さない、こめかみからしか出さない。気持ち悪い、そんな人出んねや。これの。それも気持ち悪い、そんな情報も知らんかったわ。怒った時だけこめかみか汁が出るんですよ。まだ謎らしい。気持ち悪い。それ飲んで。気持ち悪い、これゴミ。気持ち悪い。いや、とうとうこの帽子を後輩に譲るとき聞いたな。いや、面白いですよ、これ。いや、もったいないですね、かぶってない。あれね、やっぱみんなやってやろ。後輩に。あ、でも似合う。マジ似合う。マジか。マジ普段履きいけるやん。いや、多いよ、これは。歯磨きながら歩けよ、マジだと。やばいやばい。色違い持ってませんでしたっけ。これね、持ってませんでしたっけ。川原チャンネルも見てください、ね。あ、ほんまや。すいません。ありがとうございます。ジョイナーのアキレス腱を探す旅をしてジョイナーのアキレス腱、はい、YouTube で、はい。こわいロケしてんな、お前。スケ爪探すよ、まず。ジョイナーは。いや、宮台パーツ、お前ね、長いお疲れ。じゃあ行きましょうか。おつ、おつ、おしゃ、おしゃ、おしゃ。クビさん、とりあえず東京駅に行きまして、うん、そこから東北新幹線で金沢向かいます。東京駅は回すの？東京駅回せないですね。これじゃあ逃してよ。え？東京駅入るとことかちょっとだけ。まだ、まだ東京駅の許可取ったん？取れてないです。じゃあダメやん。じゃあ脱がしてよ。入るところまで、入るところまで取ります。人殺し。死にはしない。死ぬよ、心が死んでいく。心が死ぬ。心殺し、お前人の心殺し。人心殺し。うん、すごい、でも本当面白いですよね、これって乗ってた。すいません。帽子よ、やっぱり。何よりも、何よりもよ、ほんとこれ、うん、帽子なかったらじゃあ乗ってくれるんですか？帽子なかったら全然いいよ、別に。そんなの。そうなんですね。ただの作業着やから言うても。ああ。これかよ。一人の時はもちろん帽子なしね。マジで俺東京駅で事務所さんに頭下げて借りてシュレッダーかけてくる坊主。シャク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 行ったんで、ほんま無理です。シャクシュレ業務用の厚紙をバババババ叩くやつ。そんなに、そんなに嫌になってました、その坊主。ずっと言うてるよ、嫌って。本当ずっと言うてる、うん。初回あんなに気に入って買ってたような気がしてたんですけど。浮かれてたよな、そう思ったな。ダイバーシティに浮かれてた、うん。広いとこでおったらな、あの、はい、よく見えるってあるやん。ああ、うん、ありますね。しもたわ。まあでも全然いい、帽子自体はいい帽子なんですけどね。いや、それあのお店にこびてるってこと今。そうです、そうです、一応。そうです、ね。いや、ま、悪いけどお店の方はあの悪いけど、はい、普段かぶりできないですよこれ。いや、お店の人もそのつもり、うん、お土産としてとか、そうですね、子供が喜ぶんでっていう理由でこれ被るのは全然いいですよ。普段かぶりはできないですよ。そうですね。それは言うとくよ。普段かぶりできるのはクッサック、クキサクだけ、ね、サック、クキサクも普段じゃないね。仕事モードでもあんのよ、一応。その本仕事みたいにテンションバチ上げではしてないけど、
よりフラットな状態でいるけど、それでも普段か、普段じゃないよ。あら、そう、そうですね、すいません、うん、そうだすねって言うな。ちょっと今回の旅なんですけど、うん、その石垣の加賀温泉っていうところにある、うん、加賀市なんですけど、うん、加賀百万石、あ、そうですね、まあ、そこにある須郷磯部神社っていう神社さんのご厚意で旅行に来ることができたっていうの、うん、え、神社さんのご厚意、はい、すごいやん。おう、でちょっと宿泊するのが羽鳥さんっていうところなんですけど、旅館、はい、そこもその羽鳥さんのご厚意で今回泊めていただけるっていう、すごい、マジですごいな、そう、ありがとうございます本当にね、すごい、え、それ羽鳥さん、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 はい、まあ、それボシュレットついと、いや、それついてなかったとしても、いや、ついてなかったら申し訳ないけど、いや、困れないですか、それ無理や、だって俺も、いや、もう肛門最弱やねんから、どんだけなんですか、肛門最弱よ、マジで、昔アイビスってホテルあったやん、六本木に、あ、はい、大阪芸人みんな泊まってたね、東京、そうそうそう、はい、あれ小杉もアメトークでいたけど、マジでウォシュレットの水圧強すぎて、はい、お前石切る水ぐらい、やばいじゃないですか、痛いですね、でもウォシュレットアイビスで俺ウォシュレット1回しただけでも肛門ずたぼらんだったから、もともとのシワの3倍ぐらいのシワ入っても、そうそう、すごいから、うん、それぐらい肛門最弱やから、それはもう頼むわ、ちょっと行ってみないと、そうですね、夜確認してください、確認しましょう、もしなかったらもうお前らがその手に水すくうて、なんで、いや、そりゃそうだよ、ほんで俺の肛門を絶対嫌です、やってくれな、絶対嫌、よしはい、次、じゃあ、次、ちょっとまた絶対嫌ですね、それ、それもしょうがない、それもそれ仕事や、お前こんな帽子かぶらしてんの、もしついてなかったら、じゃあ、いや嫌ですよ、それはついてなかったら、お願いします、約束です。ちょっと今回のこの旅行動画なんですけど、うん、あのいつもいる作家の佐藤さんは、あ、ほらね、うん、ちょっと撮れないということで、うん、ちょっと手紙を、あ、佐藤から、すごい金入ってるのかも、手紙読むで、お疲れ様です、作家の佐藤です、本日はサック空気サクロケに参加できず申し訳ありません、その謝罪と楽しいロケに少しでも参加して、したく腕を取らせていただきました。石川県には温泉をはじめ有名人がわざわざ休みを取っていくほど美味しい食べ物もたくさんあると聞いています。お土産などもさぞたくさんの種類があると思います。皆さんロケとはいえ存分に楽しい、一個も思んないな。しかも字間違ってますよ、休みを体って書いて、これもうええねん、もうこの類の間違いはもうロッシーで十分やねん。こんな間違い方あります？もう漢字間違いとかも腹立ってくんねん、もう見てたら。ええって、もう何やねんこれ、どういう意味なんこの手紙。ちょっと来れないので謝りたいっていう、うん、いや、むちゃむちゃ無駄な時間やったこれ。何の引っかかりもなかった、なんか指令があるとかそういうのかなと思いきや、ツルツルやわ。デコボコなしで、なんかなさ、お土産などもさぞたくさんの種類があると思う、お土産買うてこいってこと、そんな気もちょっと今聞いて思いました。お前買うてきた、おんでこの帽子探そう。同じの買うてきたろ、この帽子と、ふざけやがって。今まで芸人になってから読んだ手紙の中で一番もんなかった。作家さん、うん、作家とは思えへんな。そこ見えたな、あいつの。今回はありがとうございます。根本さんと一緒に、うん、ちょうどまたお揃いのアウターも着てるので、じゃあな、はい、旅行していきたいなと思ってます。なんかこう心がな、心がこう通じ合ってる気がするな。いいですね。そうですね、見てみ、皇居周り自然が生い茂って綺麗やろ。綺麗ですね。これを前に見せたかった。
でもお店だと思うんですけど今日じゃなくてもありがとうございます。おい加賀温泉いいですね。な、まあせっかくや下のちも楽しそう。うまい飯もかったらいいな。でも金沢絶対うまいもんな。そうですよね。金沢は結構俺の人生でも上位に入るぐらいうまいから。へえ、うん、あ、そういえば前行きましたよね、あのノドグロの、うん、お仕事で前金沢行った時に。あれ、え、旅行じゃなかったか、2人で違います。あ、違ったか。全然違います。他にも、他に社員もいましたし。いました、いました。お前と旅行なんて行ったことないかないないわな。なんか、美味しいところ教えてもらったんですよ、クッキーさんに。そうそうそう、金沢市ですか。金沢市でしたね。だから今日行くとこは加賀温泉だからちょっとやりますけど、はい、ああそうか。金沢市よりまたさらに先というか、うね、ちょっと遠くですね。あ、金沢で乗り換えて行くんですよ、です加賀温泉。はい、え車やろそっから。いや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 、いや結構遠い、そこからもまだ遠いみたいなんで。特急に乗り換えて、はい、どれどんの特急、特急に、はい、どれぐらい乗んの。どれぐらい、1… あ、30分ぐらいでしょ。お前さ、特急で30分やったら車で1時間やろ。いやいや、もうそこは電車の旅を楽しんで、うん、俺言うてんの電車嫌いやってちょっと、なんじゃん、いやいやいや、指定やろな。もちろん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 、グリーンやろな。もちろんもちろんもちろんまあ、めちゃめちゃわがままな、わがまま芸人になってたよ。突っ込まれますよ、コメントで。いや、それは違う、それはでも…グリーンしか乗らないのかよって。いやいや、それはもう、20何年やってたらさ、もうそ、まあ、そうなるよ。まあまあまあ、そうっすね。あと、体大きいからですね。そう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 。あけぼの、あけぼのとかクラスになったら、お前、席2発取んねんで。ああ、そうですよね。思ったら安上がりやで、あけぼの。いやいやいや、吉本界のあけぼの太郎と呼ばれる俺からしたら。吉本会の、吉本会の吉本会のあげ物やから。どれぐらいなんだろうなあ。加賀温泉、ちょっと部屋は俺一人の部屋。一人です。そうです。君らは。私と根本さん一緒です。女子部屋です、ね、ああ、女子と、はい、トランプ持って行くな夜わ楽しみでも、うん、あのちゃんと根本ウノと102種持ってきました。マジでやるかなと思って。あ、だからかカバンパンパンやったん。あと生理用品もないっぱい入れてるし。いや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 、本当セクハラですよ。マジで。あ、でも30分ぐらいですね、金沢から加賀を。そうなんね、うん、マジでそのカメラ仕込むのやめてな、ドッキリみたいなの部屋になあ。それはほんま俺マジでしこるから頼むで、ほんまそこは。寝起きドッキリとかしたいですけど、ね、いや、そうあかんって、ほんまチンポ掘り出し寝てるから、マジ見てられへんと思う、多分チンポに2本仕掛けてからしこるからさ。いや、もういいですって、もう聞きたくないです知らんジャンルやろ、チンポ後に日本酒で極めてから、清めてからやるんで。聞いたことないですどういうことか意味がわからない。清めてからやるからさどういうこと。だからほんまに言うてな、その寝起きドッキリするとかもしあれば、やならばやりますって。その、まあ、その代わりちゃんと寝るけど、はい、やんねたら言ってやるって。じゃないともうその見せたらあかんもんがいっぱい出てくるから。でも面白そうじゃないですか。いや、シャレならんでマジですもう着くで、東京駅。そうですね。何分のやつ。これで32分とかやったらもう怒るで。いや、怒んないでください。早すぎるで。24分。早すぎるよ。いやいや、ちょうどいいぐらいですよ。チンチン用な、お前。いや、だから行ってきます あのオープニングを撮って。ほら、今ルミネで撮ったやつなんやねんいや、なんかあの、あれですよ、電車乗りますみたいな。いや、なんかぽいじゃないですか、これなった方が。ぽいけどやな、ぽいのを避けてやってんの、ね、マジやわいじめやん、もう帽子だけですか、やっぱ気になるの。
いや大きくは帽子でも細かくは全体全体よもう。結構やっぱ目立ちますもんね。いや目立つやろこんな恥ずかしい外国人とかも見てくるやん帽子あなんかのコスプレかなコスプレみたいやね武者ガンダムみたいやろあとや SD ガンダムね昔ガンダム武者ガンダムってあの鎧兜のガンダムバージョンみたいな武者ガンダム武者でた、ね、武将の部にも物で書いて武者ガンダムって言ってクッキーさん。ただお疲れ。お疲れ様です。3時間ほどかかりましたけど。うん。やっと。これはど軍艦島？人がピクリともおらんねんけど。加賀温泉駅まで来ました。あ、加賀温泉駅ってとこなんだ、はい。まあ夜だからな。だいぶ。バス人のバスが行く。まあ、信号なしって感じだな。ちょっと。宿の夕飯にちょっと間に合わなかったので、一旦別の場所予約してるんでご飯食べるんです。あ、全然俺宿飯あんま好きじゃないタイプだから、あのなんかあ出て小鉢出てくるやん刺身とか、はい、俺あかんねんあれの。そうそう生もなんか。そうそう生もだから。なんやねん。そういうこと言わない。なんでそういうこと。本場の話やん。いや今日はお宿の方のご好意もあって来てるんですから、うん、そういうこと言わないです。別に今日行った宿の話していいんかな。そうですけど。そうやろ。出下がれ。ゲロ。おいゲロ下がれ。ゲロって。とりあえずご飯食べに行こう行こう。うん。うめえ飯がいいな。あれしないですかあれ。なんか。マスターの。あ、観光地最後来ましたよ、でもお前取れんで普通もう一つ空いてるから入るさんだったのすいませんよ誰いいきまーすはい、チーズ OK 誰が隣に入ってるんですか。はい、じゃあ行きますか。どう。どれや。あ、タクシあ、こんにちは、どうもいいですか。すみませんありがとうございます。大満員だよ。テレビの会話してます。酒草だいぶ飲み張りました。あのなんだ通りでめちゃめちゃくせえですもん。100万石へようこそ。あ、いいとこですな。じゃあちょっと移動しましょうか。すみません。あ、アイさん待ってます。あ、ごめんごめん。あのご苦労さんです。いつもの格好じゃなく。何いつもの格好で。え、いやまあいや普通に白塗りしますか。いつものカップルって誰。じゃあいつもの格好。あ、いつもの格好。ありがとうございます。いつもの格好って何やと思ったんですかね。白塗り。ああ。今日は暖かい方ですよね多分。ねえ、こんなんでは困るんですけど。あ、そうですね。ココスや。あ、なんか松木用の色が黄色じゃない。わざとなんかその景観なんとかみたいな。看板は綺麗だから。どうして？なんて。この前テレビないとかな。なんですか？いいのなんとかあの。授業、何度かの。あ、しくじり先生。うちのおっかと二人が腹抱えて笑ったわ。
まあそうなりますよね。お母さん香川温泉にもファンがいます、嬉しい。すごいテレビってやっぱすごいですね。やっぱお客さんに喜ばれるとか、芸人、同じ芸人にね、笑われるっていうのは素晴らしいことやから。ああ、そう、ありがたい、ありがたいですわ。一生懸命やってるんですよ。わかります。でもこう一生懸命さを出さないっていうのもまた大変でね。こう努力見せたら芸人って一番やっぱこう見てられないじゃないですか。そこをこうあえてさらっとやってる。でも裏は実はこう努力してる。まあ、白鳥と一緒ですよね。上は美しいけど実は足元すごい漕いでるみたいな。苦笑い。そういう感じのお父さん。ね。絵がね、ものすごくいいですわ。おいやすごいね、早書きでね、まあ、2時間3時間で1枚描いちゃうんですよ。普通はないんですけど、でもただの早く荒く描いてるのかってやってまた違って集中力なんですよね。ド級のこの瞬発的なパンッと入れる集中力がすごくて描いたらお母さん話してまたこれで2時間ほどもう話して描いたら止まらんわ。いいっすね、おっかーっていうの。奥さんのことおっかーって言うんですか。で、いいなぁ。で、いつものやつは僕のことを何々くんっていう。あ、へぇ、あ、すごいいい関係。いい関係ですね。あれ？あれ？向こうのね、家行ったら怒られてるんだけど。なんくんだね。まあ、難しいとこですわな。やっぱり真っ暗ですね、ここら辺。真っ暗ですね。ここはね、畑。いや、畑なんで。ここはね、国道なんですよ。ああ、ここです。ここが国道。はい、国道。ああ、ほんまや、繁盛してるわ。で、ここが2年前に大雪で停滞したところね。大雪降るんですね。全然ないですね、雪。東京？何の話？ここが2年前大雪です。ああ。飛行機も全部列車も止まった方も3日ほど止まって。ベタ止まり？今年やっぱ暖かいですよね。北陸新幹線だけは動いてたんだけど。強いですね、新幹線は。今回は水に弱い新幹線で有名になりましたけど。まあな、誰しも弱点ありますからね。僕なんかもやっぱこう強がって見せてますけど、やっぱお姉ちゃんには弱い。これがもうやっぱどうしてもこう初めての初対面の人と喋ったりしたら頬をあこうしてね、ふーっとこうクラクラとしますね。わどないなったやろな、あれ弱い。はっきり言いますね。こんな、温泉ってここからどれぐらいかかるんですか。もうその、もう真っ暗闇のところが温泉街。すごい。車で30分ぐらい。 2、3分。あ、そんな近いんや。温泉から10分ぐらいのところ。山城温泉ってのも。で、これ言うと暗闇のところに電気がパーッとつくから見えるから。面白い。どこ。ああ、そういうことね。そうか、あのだからあれや、ちょっと離れたところに温泉街がある。うん、あの加賀温泉駅というのはこの加賀4棟4つあるんだけど、山城、山中、片山津、河津、加賀4棟あって最寄りの駅が加賀温泉駅です。へやっぱ これ国道沿いですか。これは県道。あ、県道、繁盛してますね。国道より繁盛してそう。いや、これはもう、ま、あの山城温泉ですから。あ、そうか。山城温泉の、ま、町ね。で、中心の温泉がそこのところに。
みんな建物でかいな。あ、これも旅行、あれがおかんか。あ、もう。ほな、こっちの方にそのキャバクラとかありますの？こんな田舎に、そんな高い都会のようなキャバクラが、らしきものはあるけど。らしきもの、ね、スナックとかあるでしょ？スナックと、あれスナックなんとかクラブって結構あるけどね、都会のようなキャバクラじゃないです。これは全部撮影してるんですか？はい。映したじゃないよね。困るんですけど。あ、運転手さんも。はい。あ、じゃあ運転手さん。いや、あ、大丈夫ですか？ダメ。ダメの方の。あ、ダメの方の。運転手さん、大丈夫。映らないです。声は入っちゃうかもしれない。声入ってます？はい。加賀温泉はいいところですよ。嘘臭くなったな、今。いやでも山梨、加賀の温泉郷は全国でも有名だからね。そうですね。どこだ？何？あ、ここ？あきちゃん？あ、なんか車多いですよ。ほんまや。はい、人気店ですね。来れます。というわけで、トミクライニング、あきちゃんに、はい、来させていただきました。こんにちは。お世話になります。ここ、なんか、ニト牛っていう地元のお尻の肉があるので、そうね。それを食べましょう。来てないけど、乾杯。はい、お疲れ様でした。あ、楽しみ。楽しみ。お腹空きました。お腹空きましたよね。着いた。なんやかや3時間かかりましたね。あ、でも5時20分で。え、嘘、そんな変わってんの？5時20分の電車に乗りましたもん、ね。うわ、えぐいな。じゃあ俺腰バキバキなわけやわ。マッサージ要望。マッサージがあんのかな。夜中に、ないか。どうなんですかね。なんもデリヘルしかしゃあないか。そうか。でも温泉街やろ、あるやろ。今時だったらネットで調べてなあ。まあでも感じ。ちょっとお前、あれ、GoPro 持ってきてないの？え、どうするんですか？いや、だから、そのデリヘル読んで、お前、GoPro で撮っとけよ。それ撮ったとして使えないですよ。使えやろか、お前。なんで私が使えるんですか？なのでやめてください。そうですね、加賀初で結構ありますね。調べたら金沢初か。金沢から来てくれるんですか？へぇ、すごい。結構な出張料がある。移動がえぐいな。ありますね、激安人妻の癒しところ。あ、いいな、人妻いいな。特選の上端さんに参りました。大丈夫です。やだろ。60分9000円とか。え、安っ。80分1万円。使えないでしょ。なんか宿にあるって言ってました。24時までやってます。え、じゃあ宿の宿にデリヘルが。違う、そんなの宿じゃありません。やめてください。いや、わかる。いや、びっくりしたよ。だからすごい道のある。さっき運転手さんが言ってましたもんね。昔から、ね、言ってたの。結構長い歴史あるお宿。若い頃行った。言ってた。ジジイさんの手伝いで。すごい綺麗な。ホームページ見るとすごい綺麗そうな。楽しみだ。あんた、それホームページ綺麗にするよ。それやっぱ泊まってみてよ、それは。そうですよね。うん、それはもう正直に、よかったらええって言うし。やっぱ嘘つかれへんもん、うん、このご時世嘘つきだよ。いや、大変だから、うん、嘘つけねえ。楽しみですね。楽しみです。うわー、すごい。あ、うまそう。美味しそう。なんかすごいレモンの、レモンのカットがおしゃれ。おしゃれな。焼きます。焼け焼け。じゃあレモン汁。はい、はい、レモン汁。ごま油と塩ってもらえません？あ、もらえます。あ、お願いします。じゃあ焼いてきます。うん、はい。
あ、一緒。じゃあ、ニンニクと大根おろしね。じゃあ大根おろし、つけだれの中につけて。おお、うまそう。もうバッコンバッコン焼いていこう。バッコンバッコン、気にせず。バッコンギュンギュンで。美味しそう。じゃあ、サガリとトマトサラダ。はーい。はーい。塩とごま油別々。あ、一緒で一緒で。うん、ありがとう。いいな、あの子、もらえますって言ってもらえますって言ったら可愛い。美味しそう。美味しそうっすね。すげえな。もう牛のベロ、人のベロの形やな、もう。人ベロの形。この店はこう切るタイプです。そやな、そやな。早いってひっくり返すの焼けてんやん結構あの焼いてるの好きですよね。あんまりこれあんまりひっくり返しあかんねんお前あのもう任せた方がいいかな。ある程度事故になってからやんか。わかりました結構こだわりせっかくええ日記やのにちょっと確認させてなまだやんか必要ならんかね今って今でマックスとかなんじゃないですか。今マックスでも1個強くない。ドラ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 マックスやんけ。ああ何ぶりの美味しそう。お箸触んなよ。いいね。お任せします。触んねん勝手に。見てみよ、俺まだ全然焼けてないやろ。はい。あ、美味しそう。だから出すのはいるよ何を持てんの食い物が。あ、いいですね。わ、めっちゃ美味しそう。これ回し回したら前火のな火力の違うから、もう炭やろ、うん、炭はもう火力のな、これガスがええねんな、やっぱなパッパッと焼けるからまんべんなくな。もう炭も炭の良さがある。でもうち炭焼きですねみたいなこのアピールは。ひっくり返した方がいいね。まだや見て見てみよ俺まだやろ。いや、いいじゃないですか。もう焼けるぐらいちゃうかな。いや、もう結構焼けてますよ。硬くなりますやろうなよ、お前。でもいいです、それ。おい、やれ、ほら、食えよ。いや、やばい。なんや、ええ、言うてやぎ。かため。キムチだと、焼肉はキムチで決まるからな。これでもう肉うまいかわかるから。サラダ系のキムチや。意外。うわ、すごい。うわわ、すごい綺麗。これ安いな。これ取ってもらった方がいいんじゃない。すごい。うわすごいですね。霜降り綺麗ですよ。僕やるで。食べましょう。ありがとうございます。あとも好きなように焼きな。あの大根おろしとにんにく、それはタレ、焼肉のタレで言うとった。あ、そうなの。あ、うまい、うまい、うまい、うん、めちゃめちゃうまい。いただきます。食べや。うまっ。うまっ。柔らかい。うまい。うまい。うん、うん、うん、これ絶対うまい。取った方がいい。うん、うまっ。おいしい。めっちゃおいしい。もういい旅ですね。
もういいだろ。明日帰ろうや。ちょっと楽しんでから帰りちゃったわ。うん、楽しいだろうな。楽しい。なんかでもコメントでも、うん、もう純粋にクッキーにクッキーさんに楽しんでほしいみたいなコメントありますよね。いやありがたい話やな。本当に全然ちゃうな発想が君だと。ああ、なるほど。ああ、時間に。はい。何それ。ホイル焼きです野菜の。うん。うまそう。ポップンゲこれ、トリカリ。めっちゃマナン頼んだな。これ感じた。でも絶対美味しいです。こんだけなったろ。絶対美味しいです。食べるうまい。なんか美味しそう、これさっぱりして米食いたなるな。はい、白ごめん、ショー頼もうかな。え、ラーメン頼みませんでした。だからショーにすんやんか。大人や、そこがそこがこう、子供と会うみたいにバカ食いする子供と大人の違いやん。いやいや、ショーにそう食べ過ぎです。食べ過ぎなことないね、生きてんねんから。3回舞台やってんねんの今日。え、1回何分なんですか。何10分です。何やねん、こりゃうまそうだ。めっちゃ美味しそう。もう来ますよ、ラーメン。ありがとう。あ、美味しそう。やったー。美味しそう。わー、美味しそう。みんな頼んだよのに。ちょっと食べる？はい。一口食べたいです。あー、すいません。前もお好み焼きでめっちゃ熱いの太ったからな。ハグハグ言いながら。ちょっと箸拭かしてもらうな。ひどい。何がやる。ひどいです。
それ言ったらその先にクッキーさんの箸で食べてるから。それはもうこの個々の考え方の違いやね。いけるかもしれないね。ね、いけますよこれ、はい、多分もう。大丈夫ですか、うん。これもいけますわ。あの辛ラーメンみたいな。結構すごいあの油が乗ってますね。そう。すごいですね。のとげ。初のと。うん、まっ。あ、部屋で。うまいな。大根して食べるのいいっすね。油がさっぱりしよう。あ、うん、わさびありました。わさび。なるほど。うん、めっちゃ美味しい。焼肉屋さん多いですね、この YouTube。 多いですね。前も、はい、前も焼肉屋さん生魚食べれないから、うん、だからあれじゃおしゃれなフランス料理とかやったらさてさてくれんじゃん。くるくるパスタ巻いてる場合ちゃうやろ。パスタ巻いてるっつって来たな、ね、あパスタ巻いてるって、はい、なんか懐かしいな、はい、パスタ巻いてる、はいはいはい、あ、先生、はいはい、はいはいさん、あ、漬物まで先輩なんかな、はいはいと、はいはいさんなんかな、はいはい、これ佐藤さん、あ、ありがとうございます。ごめんなさい。あ、すごい。観光スポットをいくつか挙げているので、その中で行ってみたいなっていうところがあれば、ここはそうですね、行こうと思って、まあ行くとこ、はい、一番をマストで、はい、まあ、行かせていただくところが、ああ、ここ行ったら自動車博物館、ああ、いいですね、うん、食べ過ぎじゃないですか。3回やってんねん、でも。いやいや、1回何分？10分。たった30分。そんなまた買ってんのか、ブさん。買ってんのか、言ってんの。すいません。どんな広度か、舞台が。そうですね。あ、すいません。金沢女子綺麗な。どうなんでしょう。金沢女子。なんたら美人とかあるやん、選ばれてない。秋田美人。そう。でも秋田美人と福岡、博多美人か。博多美人は有名ですよね。博多マジ可愛いな。福岡の女の人すごい綺麗ですよね。あとなんかすごいこう、いだてではいいというか、うん、男を立てる文化みたいなのあるからさ。うん、だから結構この、勝率も高かったね、福岡は。あ、なんか福岡ってその女子の比率がすごい高いんですよね。あ、女子の方が多いってこと。へえ。だからすごいモテるっていうのは聞いたことあります、この子は。うん、10分の6ぐらいの勝率やで、福岡は。いや、全然遠い昔の話やから。あ、はい、うん、うわ、でもかなり高いですね。高い。東京だとどれぐらいなんですか。いや、東京でナンパとかしたことないから分からん。あ、東京は分からん。大阪だったら、ね、大阪は、大阪めちゃめちゃしてるから、大阪はもう極端に、いや、千分の、いや、千は行ってるな、多分な。え、ナンパ1000回ってことですか。千回行った分の、すごい、60回じゃない。結構低いですもんね。え、そんな低いんですか。それはもう、あの、どれ声ってどんどん声が出てくるから。あ、それを一としたいね。すごい。だって多分今の人ってしないですよね、そんなに。どうなの、しますね。しない
しないですよね、なんか。でもなんか、もうそういう、なんかそれが流行っとったよな、普通やったな。あ、だから女子もナンパされに行ってるみたいなことがあったから。あ、堀之尾通りとか今でもそうです。あ、そうです。どこ？されに女子も行ってる。銀座の。大阪も引っ掛け橋やからね。美人かどうかはあれですけど、日本美肌県グランプリ2015で石川県が4位に。すごい。まあ、でも俺美肌すごいっす。全然やっぱ肌綺麗やと女性器も綺麗からな。それも確実なんや。一緒なの、やっぱ肌っすね。うん、やっぱあの皮膚ごそごその汚いやつってやっぱ女性器も汚ねえから、ごそってるからさ、水気ないっていうか潤いがない。焼きちぎったみたいな。焼きちぎった焼きちぎったみたいな女性器してる。焼きちぎった女性器ってどういうことですか。だいたいなんとなくイメージ湧くやろ。いや全然湧かない。あ、鏡で見てこい。いや、マジセクハラです。孫をことなきね、滞りなく。セクハラ。食べれますよ、鶏肉。鶏肉、あ、ちょっとで、これちょっと赤いかも。若いやんけ、やめろや。え、若いやんけ。あ、本当赤かです。まざけんなよ。よく見てください、セクハラの仕返しか。ろくでもないやつやな。これで腹壊せって。あ、ほなもう明日帰らせてもらえそうな。めちゃめちゃ赤いやんけ。なんだお前マジで。あれ、これはもう、置いとけ、もう自分で取るわ。お気遣いありがとうな。わかんない。鶏は難しいです。鶏はしっかり焼かない。いや、見たことないって。はい、石焼きビビンの膝に乗せるやつ。起きとくなかった。大丈夫なのそれ。ほんのり、ほんのりあったかい。シャロ、怖いって。ちょっとこれでも下げてこれ。ビビンバ美味しい。全体白飯残りますよ。余ったら僕食べます。どういう食い方してる。明日ホテル何時集合。え、朝食、多分そのぐらいの時間までで。そうですよね。朝食って何なん。あれ、あのどこ広場みたいなところで。え、すごい、個室で朝食なんですか。え、贅沢。そうなんねよ。すごい贅沢。持ってきてくれるってことですよね。どっかの部屋に。あ、どっかの部屋に。あ、個室の、あ、こういう感じの。すごい贅沢じゃないですか。だいたいこのところね、この広間でみんなでバイキングみたいな。なんでちょっと。宿行ってもちょっと確認ですけど、朝食の時間集合って言ったら。あ、行けそうですね。美味しそうっすね、これ。あ、うまそう。あ、バターや、バター溶けてないや。でもえ、バターどこにあるんですか。これバターちゃん、これ。いや、これエリンギ。あ、エリンギや。あ、やエリンギ。エリンギ。でもなんか、玉ねぎがまだ。でもまあ、そうっすね。結構これ味付けとんか。塩コショウすんか、自分。あれじゃないですか、アルミホイルのまま乗ってる。ってこと。あー、でもホイル焼きはね、ほんまはね。そうかもしれない、あんまり直接使った方がいい。え、焦げちゃいそうじゃないですか、直接。いや、ホイル焼きでもそういうもんやね、ホイル焼きは。ほら、いや、焦げちゃいますって。いやいやいや、そういうもんやね。いや、焦がしたくない。食ったことないんか、ホイル焼きを。真っ黒くないの。もう大丈夫です。ちょっともうちょっと玉ねぎが。お肉いってますよ。あ、また佐藤さん。ねえって。え、一緒やろ。チャーブンシ入ってんの。え、すごい。おもんなかったんで。特に。なんつうまるんだ。呼ぶね。お疲れ様です。作家の佐藤です。ロケに参加できず、僭越ながら手紙にて企画案を出させていただきたく、それを取らせていただきました。今回、
羽鳥さんという素晴らしい宿のご協力もあり国内旅行が実現しました。そこで羽鳥さんの15秒のオリジナル CU を作ってみてはどうでしょうか。施設内を回り写真を撮り、サックを吹き裂のアカペラに乗せて紹介していく。羽鳥さんも喜んでくれるはずです。ざけんなよやるなあかんねん。ほんで佐藤さんからのご提案なんですけど、アカペラどうですかね。いや、はずいって。いや、申し訳ない、秋山君こういうのやるから。あー、確かに。そう、勘弁してくれよ。いや、良さを伝えるために、これを本来を見て回るみたいなのは、それはやりますよ、はい、お世話になってるから。そうですね。じゃあ、ご飯食べた後に、ちょっと館内見て回って、うん、で、観光に行くみたいな感じにしましょう、うん、いや、館内のみでもええよ、ずっと。いや、せっかくなんで、そうですよ、加賀市のリアル。なかなかやっぱり佐賀温泉まで東京からとかだと特に来ることないと思うんで、なんか見た人が行きたいなと思うような動画になったらいいですよね。温泉入れへんのに俺体の事情で入られへんのに。そろそろ猫子さんが入るんで。ああ、いいね。何売ろう。あ、貸し切りね。あ、ええんちゃう、うん、タオル一丁で入りますけど。猫さんが、うん、いや、やらないですよ、絶対やらないですよ。いや、絶対やらないですよ。いや、マジ、もう痛いやつじゃないですか、ただただ。もう痛いやつなってるよ。後ろ姿なら大丈夫とかありますか。いや、マジ、それはないです、マジで。マジで、それはないです。旅館ってでっけえの。食べれそうじゃない。食べれそうじゃない。何？食べれそうじゃない。いや、食べてるよ。あ、食べれそうじゃない。旅館でっけえの。結構でかい。へぇ、めちゃめちゃホームページすごかったですよ。へぇ、超立派な旅館じゃね、多分伝統旅館。うん、でそうですね。うん、あー、すげえ、千と千尋のやつみたいやん。あへ、あ、すげえ、あー、きれい。ちっちゃいな、携帯。ちっちゃい。いや、これピンクピンクって。あの、携帯がピンクしかないな。マジで、はい、俺でも歴代の携帯全部家にあんねん。これも通過してるで俺。あ、もう他の家もあったんですけど、うん、買いたい時にもう捨てるのはこれしかない。マジで、あげようか俺のやつ。、うん、このサイズのあるで。あとこの背中丸いやつ、一番初期の3の3みたいなやつ。あ、ちっちゃな。いやいや、まあそうやけど、その画面をさ見る若者、まあ、まあ若者じゃないからね。ちっちゃいわ、ピンクやし。すごい、タバコ入ってます、フッキーさん。白飯にタバコ。あら、ずらしゃがない。これ食べれないです。しょうがねえって、それは。俺とこにもう入ってんやから。ひどすぎる。しょうがねえよ。そんなにねえよ。食べれない。魚の骨やと思うよ。自分で取れ。タバコ。しかし、サック空気サックはいつまで続くんかな。どう思ってんの、やめどきっちゃと思ってんの。まだまだだと思ってます。え、一番最初8月の30日の半期です。まあ
3ヶ月やってなくて、まだ3ヶ月やってないんですか。じゃあ、秋があったから秋が、8月でしょ、はい、今何月、今2月の1日になりましたね。10、11、12、12、7ヶ月やってるやん。半年やってます。8月の終わりな、9月の頭と考えて9、10、11、12月で5ヶ月ぐらい。あ、ほぼ半分です。大体半分。長くなる。まだ5ヶ月しかやってない。いや、ノリでこう始めて。はい。永遠にやるもんじゃないやんか。どう思う？いや、でも、なるべく続けたいなと。さっき、さっき言った名前で。せめて名前変えへんじゃん。この前も火事にあってさ、はい、で、喋っててや、はい、YouTube どうですかみたいな、はい、いや、まあまあ、まあ適当になんかわわやってるわみたいな。で、この間あの奥さんにごめん、はい、とってあの六本木でセックスしていらやって言ったやつ言ったら、はい、いや、マジでサックってつけてる人そんなやめてくださいみたいな。いや、そのまあガチトーンじゃないけどな、はい、常にその家事サックがやっぱあの付きまとうというか常にやっぱあるやん。あれが家事サックがあるからサック、家事サックがあるわけさ、はい、それをやっぱこういつまでもそんなやってる場合じゃない。変えれるもんなんですか、チャンネルの名前って。変えれますね。あ、変えれるもん。それはでももう止めた方がいいじゃん。サック止めて、え、またゼロからチャンネルで気が向いたらやるっていいじゃないか。またゼロか。でも、まあ、名前変えるなりなんなりとかは一回梶原さんに持ってくるに行った方がいい。いや、それはね、カジッってやりたいのよ。カジクッキで。カジクッキ、うん、カジクッキで。もうカジが入ってくる。同じ怒られ方します。もう二人でやるみたいな感じ。じゃあ、ジョーミノです。ウーロン茶ください。まあ、でもやっぱ、引き際って大事やからね。いい引き際ってあるやん。なんか、そうですね、まあ、サイコロでやめる出たりとか。そうやな、うん、まあ、何かあれば。本当今見てくれてる人は本当のファンだと思うんですよね、うん、いや、それはまあまあそうやろな。なんか本当あの1ヶ月でだいぶ上にかけてしまった感じがありまして、あの1ヶ月はひどかったよね。そうですね、すごいですよね、コメント欄すごいですよね、うん、あれ、どうやった1ヶ月のやつ、やっぱりこう、あからさまにこう。そうですね、まあ、明らかに荒れる日もあれば。ああ、いや、でも荒れるとか全然ええねんけどね、そんなもん別に荒れようが荒れまいが関係ねえけど、あからさまに、そのバットみたいな方が多くついたりとか。バカにするな。めっちゃ難しい。それでもあなた方の、そうです、すみません、あれやね、スタッフのあれなんで、まあ素材を残せへんと俺も悪いねんけど。編集してるのこちらなんで。いや、でもやっぱこういかにストレスを感じなくやりたいやん、はい、やっぱそこよね、大事なんで、はい、うん、それでも見て、俺もうストレス感じた途端にもうやめるからな、マジで。そうですね、うん、これはそんな風にならないように続けたい、それはそうよ、それはもう、それ根本はそこやから、はい、楽しく、うん、ストレス感じたらもうやめろ。そうですね、うん、大きな感が頭の上にあるんですけど。何？ストレスの余裕になりそうな。大きなやめて。今だからストレスバロメーターあるかな。
10で満帆、はい、11になったらもう終わりっていう、はい、今8やから危な危ないな。いかにこの今日の温泉でその8を減らすかやんか。だいぶ差がある。そうだから、それはだから君らの力というよりも温泉の力よね旅館の力っていうかね、うん、それ楽しみですよ。ちょっと差があると思います、うん、楽しみ。もう本当今回はご褒美旅行っていう気持ち、うん、そうやで、そうやで、うん、はい、10万も行きましたし、だからほんま回してほしくないのよご褒美やったら。だからほんまはもう誰かが携帯持ってたまにこうやってパシャって撮る、はい、ああいいよはいみたいなんで、それのスライドショーでええわけよ俺からしたら。ご褒美やねんから。それをなんやタクシーからえルミネで着替えろ、青みたいな帽子かぶってやれ、なんやタクシー乗って東京駅着かされて、着いたみたいな撮らされて、いやストレスでそらハチなるよ。じゃあこの後温泉で癒してください。温泉で癒すよ、旅館でな、はい、うん、ゼロになるかもしれませんもんね。ゼロになるかもしれんし、それも逆に増えるパターンもあるよ。そこはもう分からない。いやそれは分からない、それは分からない。それはあなた方は大丈夫けど、それは分からん、はい、俺の気持ちのもんやから。そうですね、ちょっと一回明日の朝もう一回、うん、どうですか、いかにペニチャッチャしやすい環境の部屋かしてもらう。それ大事やから。やめてください。いや、お前もひだなんなんするやろ。もうマジで知らない大義語。なんなんですか、マジで。ペニチャッチャの逆、ひだなんだ。やめてください、もう本当に旅館さんに申し訳なくて。何が関係あれへんが、そんなん。俺のやりたい時にやんねん。今日の新幹線でもやろうか思う。な。いや、なじゃん。頼む。なじゃん。はい、スタッフ陣。く、さく、こきさくクルー頼むで。今回は本当楽しい旅行にしたいです、ね。うん、そうね。はい、てかもう笑ってまうぐらい登録者数ベタ止まりしてんな、はい、どうなってんの。14万で止まってます。世の中の俺のことを見たいってやつ14万人そんなわけないです。しっかり出たやん数字が。そんなわけない。いやベタ止まってるやん。インスタグラムは100万人いてる。いやそうやっていうことは100万いるはずなんですよ。いやいるはずやね、ほんまはな、はい、それを止めたんはやっぱあの1ヶ月よ。まの1ヶ月よ。あれ前やったって感じ。あとは本当にまだクッキーさんが YouTube やられてることを知らない人もいるかもしれない。いやいや、それ前知らん、それ知らん人はおるやろうけど、いやそれでもさ、やっぱおかしい、計算が合わないで。しょ、いや合わんよ。数が合わんよ。ただ俺ツイッターってあの、まあ、インスタを、まあ、あの勝手にあのこう上がるようになってるけど、ツイッターがちょうど14万ぐらい。なるほど。わかる？大ファン。大ファン。大ファンが14万。うん、しっかりファンが14万。大ファン。あ、でも大ファン。そのヒレがもうおらんよな。さっき、さっきみたいな。だそれこそさ、だってさ、クッキーなんかが。YouTube 始めよったって多分聞いた時に、はい、クッキーで調べてサクサク出てくるの。出てくるの。ああ出てくるの。ああ。YouTube でそれは出てくる。ああそうだね。あごめんごめん。ごめん。出てきちゃいました。出てきちゃった。あまあそうですね、出てきますね。いいんじゃない。うん、ちょっとこれからどうするかちょっと考えようよ。そうですね、これから確かに国内旅行の次をどうするか、なんかちょっと新しいことをしたいですよ。やってみたいことがないです。何？まだやってみたかった。
やってみたくてできてないこと、はい、YouTube で YouTube に限らず限らず、はい、何やろうな YouTube って何かしようと思ったことないのよ、はい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 、限らずでいいですね、別にしてみたい。いやそんなんやったらコント番組したいとこなるやん。あ YouTube でコント番組して誰が見に行ったの。でもコントをするっていうのはナダギさんとナダギさんとナダギさんが出て誰が出るの。それはいやばいです、やばいです、それはちょっとこれあれ系嫌いね。要は客寄せパンダ的な、はい、あの有名な人呼んで再生回数稼ぐみたいなすごい嫌で、はい、それ嫌ない、はい、俺でも今までの多分芸人の風潮としてもそうやねんけど、だいたいこう世に出てない人間を出す方が好きやねんからね、はい、そうそう、堂々さんとか、うん、いや、そうじゃあそういう、そういう意味ではめっちゃ変わりますよね、堂々さん、はい、人気に、なんかちょっとコメントめっちゃ入ってる。え、マジで、へぇ、やっぱりその14万人は堂々さんのこと好きなんだと思います。いや、じゃあ俺のこと好きな14万人やとしたら俺が堂々さんをいじることが好きなんじゃない。そうだね、まあいいですか。誰かなんか一緒にコラボしたいとかいいの、誰か呼びたいとかあんの。あー、まあでもあそれはありがたいわ、はあ、川原だったら川原なんか全然いい、仲良いとこやったらいい、はあ、初見で初めて気遣いながら喋るのも超嫌だ、頑張らなあかんやん、はあ、来ちゃったらやらなあかんからさ藤原とかあんなもん気楽でええもん。ああ、そうですね、気楽なの。なんか的にドローンでなんか気使わんでええのがええ、ちょっとピリッと頑張らなって思う、嫌やから。全然いいよ。そうですね、川原さんの YouTube も面白いですね、自分も出てみたいなことになるのかもしれないですけど、この方は絶対いいじゃないですか。もう何でもやるよ、やってよ、嫌なことやって言うし、はい、あとは藤田さんとかも誰、あのトータルの実況さんとかも、あのバンドとかもされてます、ね、あいつドッキリやってるやろ、ドッキリしてる、でどう考えてもドッキリっぽいけどドッキリせえへんっていうのはいいですね、あれこれ何かあるなって思わせて、ね、そうそうそう、はい、昔筋肉でやったことあるんですよ、それ。なんかあからさまにこんななんかコードがこうあれついてビリビリしそうなこんな、はい、あれやん、こう料理にこうあんなにこう線つけて、はい、絶対来そうみたいな、はい、けえへんはいみたいな、なやったことあるね昔の。めっちゃ楽しかったよそれ。面白そう。あ、いいですね。でもなんか筋さんが呼びたい人とかいない。確かに、これをきっかけに、いや、それだってやっぱり、女優さんとか呼びたいの、え、女優さん、女優さん芸人の話、芸人、そうですね、芸人さんだとありがたいな、うん、あ、そうなん、はい、そこやねんな、お前らのその吉本のあかんとこって身内身内でやって終わらそうっていうな、一応女優さん、名前が出てきて女優さん、はい、安田なるみさん絶対無理です一番無理かもしれない、絶対無理です、葉月レオナさん無理、無理そうかな、無理、どこら辺やったらいけるライン、それそれも失礼、それめちゃめちゃ失礼めちゃめちゃ失礼、俺が言うじゃあ言ってよそれ、いや、ちょっとでも聞いてみないと皆さんわからない、うん、最終的には
田成美さんこれ見てるかもしれない。そういうことか。そうですね、見てるわけない騙されへん。見てますよみたいな。100% ないよ。木梨さんの奥さんやん。大先輩の大先輩の奥さんやん。しかも俺もうどっちかだったら見て育ってんねんから。時とアミリさんの歌は、ああ、時とアミさんって今その自給自足的な感じなんですか。どういうこと。あれ違うか。いや違う、結婚して普通に別の人だから。時とアミさんにメガネ作ってあげるロケしたいな。あその買い、買って選ぶとかじゃなくて針金で作ってあげるみたいな。それしたいな。時とアミさんの喜ぶ顔みたい。笑顔が素敵なんだよ時とアミさんは。針金で喜びますかね。それもでき次第じゃん。そこののろかよちゃんとかやったらまだ。ああ、そうですよね。ちょっと、そうですよね、言っちゃったら分かんないですけど。のろかよにめっちゃご飯食わすロケしようかな。何ご飯、ご飯作ったんですよ。これ食べてみてって。あ、これも食べてみてって、いっぱいずっと食わせてる。なんか出てくれそうな気がしますけど、うん、すごいファンは燃えそうですけども。どうワーッとなりそう。あ、ハイボールください。わ、すごい美味しそう。置いといてください。あ、これをじゃあ今ない、ちょっとあるから調べてんの。事務所が個人ってことはないと思うけど。あ、でも今三人で。あ、そうだよ。へえ。サンミュージックやったらいけそうやな。フットワーク軽めやもんね。もしかしたら。うん、難しいとか、その妻子持ちやからな。あ、妻子、子供おるか分かんないけど、旦那さんいてあるから。はい、どこまでやらしてくれるかやな。何やらせようとしてる。逆に何をやらせようと。キスまで持っていきたい。いや無理でしょ。行きたいね。無理。でもなんか今出たあたりのゲストはちょっと一回聞いてみて、うん、もし行けたら。そうね、いいね。ちょっとアミさん君やったらちょっと髪の毛伸ばそうかな。伸ばすってどういうことで。いや、ふわっとしたセンター分けでさ。やっぱかき上げてる男子の格好やん。吉田栄作的な。白 T でジージャン行かしてもらうよ。だいぶ先の話ですよね。あ、そう。だからそれはだから、で時と亜美さんもそれは仕事あるやろから、オファーかけてその3ヶ月後とかさ。3ヶ月後にセンター分けまで行けます。いや、行けるやろ。短い後のナポレオンさんみたいなパッとした。あの、マジックする方のナポレオンのマジックする方やったらいけるやろぐらいやったら。マジックってナポレオンで知らん。調べろよ。めんどくさいの。すいません。今日クイさん伸ばしたらテンパなんですよね。テンパ。あ、そうなの。ハイボールです。はい。ほぼカールルイスやと思ってもらった。髪質は。コーラ。コーラと見てみたいです。コーラ。コーラ。はい。確かにこれ面白いじゃないですか。仕事に髪伸ばした仕事に変更しない。いや、他の仕事に変更しはするよな。だってあの、坊主にする人多いけど、長くする人って。前なんかでも言うたよな、あれ。サイコロでなんか言ってなかった。髪伸ばすので。髪伸ばす。9ヶ月髪伸ばすじゃん。めっちゃ面白いです、髪伸ばす。8年後にして、8年後に。あー、せやせやせや、そんな、そんな、な、うん。他
事の影響なければぜひ1回伸ばして YouTube のその再生回数とか収益を無視して吉本から月々100万ぐらいくれねえって仕事で休みで8年間伸ばすよ、うん、8年間伸ばすというだけに集中するよ。いや、なんで髪伸ばすだけに100万円払わないと。だから仕事できへんからやん、俺。できなくはないじゃないですか。いや、できない、できない。髪伸びたって仕事はできます。いや、ちゃうね、もうこうなんねん。お前らこう想像してるやろ。こう、ちゃうね、ちゃうね、こう。いや、でも、毛穴と同じ方向に全部広がっていくねん。めっちゃ見てみたい。めちゃめちゃデカなんねん。どうなるんですか。めっちゃ気になる。根本さん的には大丈夫なんですか。全然大丈夫です。全然。だって別にね、坊主だからって来たオファーないですもん。まあないよね。それはないよ。いいですか、コキさん。一回ちょっとだけ伸ばしてみるっていう。だからうちの金くれよ。有料なんですよ、ね。いや、当たり前やんけ、それ。だって俺デビューしてからずっとやで、まあ 金髪短髪の時もあったけど、はい、ほぼ坊主やからね、はい、もう15年以上は坊主やからね、はい、俺それを伸ばしてくれなんて、俺はもうそれ相応のお前お金もらうのやらんってこれでもなんかいいじゃないですか、そういう何年もやってなかったことに挑戦するの。だからそれがサッククキサックでやることかっつってんねん。サッククキサックでやりましょうよ。サッククキサックみたいなもんで、はい、やることかっつってんねん。でもなんか良くないですか。いやいや本当。なんで伸ばしてんの。いやちょっと YouTube。いやマジはずいよ。各先輩に協力されたときにサッククキサックでって言って。いやそれええねん、別にええねんけど、いやお前そうか YouTube で本気なんか言われたら嫌やねん。いやそれは何もカメラ向けられたら一応頑張るけど、ある程度その、まあ、抜きつつも実はある程度やるやん、これだからいるなとか思いながらもやるやん、そ本気やと思われて嫌やん。マジでこいつ YouTube サックククキサック気合入れてんやって思われて嫌やねん。恥ずい、恥ずかしくてね、恥ずい、恥ずかしくて、うん、ダサいやん。いやダサくない、恥ずかしい。そのシフトがな、その YouTube を頑張ろうってカジサックみたいなシフトまで入れたら俺はええと思うけど、そのそうそうそう、フラットさ、やっぱ YouTube 儲かるでみたいな状態で、そよしじゃあ気合入れよっていうのは恥ずいやん、嫌やねん。だから俺もそののらりくらりやらしてくれ言うてんの。お金のためにやってないもん。そうですよ、お前らと会うためにやってんの。おお、だからストレス感じたらやめるっつって。やばい、ミスできないですね。分かってくれた。はい、そういうスタンスやから俺は。ありがとうございます。ただ仲間と会うために集まってる、それが偶然カメラ回ってる、それだけの話よ。で旅行来たって話や、はい、ほんで部屋で女子部屋に集まって王様ゲームしようって頼むで、はい、断れないやつな。割り箸ちょっと根本割り箸多めに戻ってくらい、うん、この話の流れは断れないやつな。王様誰だっつうから。根本が、はい、根本がじゃあ俺がうんこした後の便器にキスとか言うて。無理、絶対無理。特殊なやつ。そういうのさしてもらうから。そんなオーダーあるんすか。あるよ、そら王様ゲームやから。初めて聞いた。楽しみやろ、帰ってから楽しみな。どっかの部屋集まろうぜ。はい、幸い聞いたら根本がなんかウノとか持って家らしい。そうそうそう、ウノって100人称。やりましょう、後でみんなで。夜は長いよってね。ちょっと万札を全部100円玉に崩して。万札？うん、多分ダメです、それ。あ、確かに確かに。それはダメですよ。それ流せない。それ流せない。それは分かってますよ。冗談ですよ。やったことないですよ。もう2個終わったんですか？もう2個はもう。もう腹いっぱい、余韻のみでええわ、もう。何ぐらいに出ますか。そうですよね。まあこれ飲み終わる待って前ぐらいで呼んでくれたら。了解です。じゃあまあ。
うん、そうね。すごい食べましたね。佐藤君はいくつなの？25です。あ、だからもうよく食うよな、それ。はい。25なんかもう永遠やろ。すごい食いますね。なあ。止まらなくなるんですよ。ああ、とわ食い？とわに食うやつ？とわ食い。あ、クッキーさん25歳の時は何してたの？25？ 芸人になって何年ぐらいや？芸人18になってるから7年目、10年前ぐらい。でも梅田花月ちゃう？あ、ちゃう、いや、もっと前やな。2丁目か、ベースや、ベースや。ベース一番金ない時や。月ほんま3、4万で買っちゃう。で、バイト尽くしって感じ。うん、ずっとバイトしてた。その頃、あれですか、藤原さんと喋ったような。そう、まさにそう。まさにあの時期、うん、借金で後輩と飯食いに行くみたいな。バイト何してたの？バイトはバーテンダーとか、あとカラオケの店員とか、あとまあ、あのあれ、土木作業員とか。やっぱり給料が良かったりとか。そうね、ほんで弁当出たから。だそもそもこんな日泊日課僕は自分で買ってあと警備員もやった街のね交通誘導警備員やった時にまあ一応テレビ出たりしてたから、はい、ちょこちょこは、はい、ほら女の子が来てさ通りすがってなんとなくこう顔見てってなってこう言ってさ顔さしたら嫌やな思ってバイト嫌やん見つかん、はい、こうやってたらコーヒー持ってきてくれやってその子がその時にいや夢ないなこれ思ってで警備員やめたなるほど。それで夢がないなって。いや夢ないやん。そんなテレビで見て好きになってくれたやつが警備員でバイトしてんねんね。そんななんか切ないことなくない？切ない、うん。ファンの人になんか。そう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 。ファンに見せたない姿っていうか。それでやめた。ほんでもうちょっと中に入る。表にあんま外に出えへん仕事にしよう思ってる中。でちょうど先輩がバーテーター。あのバー開いてた、やめて、すき焼きの小高さんってあの土井さんない方やねんけどがバー開く言うて、そこでバイスさせてもらったりとか。そうなんですね。あとカラオケ、まあちょっと闇っぽいカラオケやってた。闇っていうか、個人系のカラオケ。あ、で、上が闇カジノやってた。もう潰れたからええねんけど、はい、俺らはやってないから別にあれやけど、はい、だって闇カジノガサ入れ入ったらみんなで入れるからカラオケに。入れて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 。ガサ入れとかじゃ見たことあるの？いや、俺は逃げてくるの見たことある。俺の階ではそのカラオケの階ではないからさ。そこはただのカラオケです。そう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 。上がやんちゃな店で。すごい。カラオケのだって初日なんてあれあの店入ったらその店がまあ大きくフロアがあってワンフロアだけだけどで横に非常階段あるやん。ほら店長がおお前ほな今日からバイト頼むなみたいな。まあ、早速仕事なとか言って。あの非常階段のとこにホストがうんこしょったからそれの始末してくれ言われて初日にやで。すごい。そんで当時でカラオケのマイクあるやん、あれになこんなカバーかぶせてそれはええ匂いする、はい、昔そうやって、今って洗浄とかないからさ、はい、こう常に清潔でしょみたいなのでカバーかぶせて、はい、それをこう取ってこのイチゴの匂いするのを鼻に詰めてくる臭いこうチリトリでグーッそうしながらクソみたいな仕事。すごいすごいいろいろ経験してますね。そう。あとな、あれやな、あとまああまあだバーテンやな、だからバーテンも2個やったかな。小高さんとことあと元黒服が始めたバーとか。客層超地獄やってる。めちゃめちゃ態度悪い。まあ芸人やろなとか。女のなキャバクラ帰りのクソ女が芸人やろとか。なんか歌ええやんとか。俺もそういうの嫌いなタイプから、いや、ちょっと喉枯れてんすわ、みたいな。いや、枯れてへんやんって、いや、枯れてんすよ、みたいな。そう、だから俺、だから初日でもうクビになった。で、1時間で最後に、その給料、日払いやってんすよ、はい、で、給料、その黒服の人に呼ばれて、どうする続けるとか言われて、いや、ちょっと無理っすね、みたいな。いや、せやんな、ちょっとな、
まあ、お前も態度悪かったしなとか言われて、ほんでもうポケあの財布から7000円渡されて、ごめんな、ありがとうな、地獄。すごい、なんかそんな経験したことないですよね。大変だね、生きてるってね。今がだからありがたいのよ。でなんかテレビもな、うん、なんか出してもうたりさ、うん、舞台立たしてもありがたい話やで、うん、感謝しかない日々な、うん、ありがとうって言いながらやってんだよだから俺あのな多分今いろんな芸人さんがネタ割に、うん、あのそのままもうええわって大体吐けるやん、うん、漫才やったら、うん、コントもそのまま安定になるとか、うん、俺絶対ありが以上ですありがとうございましたって言うねん俺絶対、うん、それ理解してみる、うんこの言い方絶対言うてる俺ネタ終わり頭とケツで素の状態で出んねん。あ、そうですよね、まあ、素のいきなりコントとかじゃないですよね。そう、うん、いやさ素の状態かもしれないけど、うん、ありがとうって言ってますよ。あれあれあれだってほら幕張来ましたよね。言ってます。見返してみ幕張。ちょっと見直してみます。見直してみな、うん、言うてるわ。はあ、この後につけます、それを、うん、それぐらい俺は感謝ただ言うてたら美しいやろ、はい、言うてたら、うん、言うてなかったら別にまあおもろい話とっとと次のやつ連れてこいやというネタでございましたありがとうございました。失礼します。いってぇなはい、というネタでございました。ありがとうございました。お先です。失礼します。え？でもほんまでもな素の状態なんでほんまにネタ終わりって、うん、そうですよね。フリー大体それこそ止まって、はあ、あ終わりですありがとうございますみたいな感じで帰ったりする。ああ舞台上でね。そう舞台上で、ね、あ確かに確かに確かに舞台上ではそうそうだから感謝してんねようかな、はあ、それもそれでも他の芸人さんまああんまやってないわやってる人もいるよ、うん、でもやっぱそれ大体苦労に、うん、コントであの感じないですもんね。頭普通に入ってやります。その状態でやっぱ見せたいのよ、はい、あ俺という人間はこれですほんでいやそれは昔があったから今があるんです、はい、それ言わないよあえて言わないけど、はい、それをなんとなく感じてほしいというかね。いや それはでもねそういう風にしないっていうそのなんていうの芸風の人もいるわけで、うん、でもじゃあそれ俺もそれでええねん。俺らは要はロッシーが暗転でいたついてでええねんけど感謝を伝えたいのよ。だから素の状態作っちゃうのよ。いややらんでね、うん、ほんまはもうそこそチンポ刈り取ってで痛っつってそのまま満点でええのよ、まあ、それをやっぱり、あ、以上ですありがとうございますって言いたいのよ。お客さんにありがとうって言いたいのよ。まあ、それはまあそう、わかるやろ。お金払ってくれてんねん、それありがとうしかないねん。そうやろ、そのお客さんが払ってくれたお金でそんなこなロレックス買ったりやめてくださいやらしい、うん、やらしいねやめてくださいな。ギター買ったりしてるわけやありがとうじゃないやそらやらしいねそうなるやろ。それ言ってんねん。だ次やろう、あの一回やろうやろ、お客さんのおかげで買えたモノモノみたいな。何ですかそれ、うん、やっていいですか。これ買うのに舞台何回立ちましたとか、うん、これは何回分ですねとかのやろうよ。リアル、うん、リアルだな。ほな芸人目指す人も出るかもしれんや。そうですよね。あ舞台例えば10回出たらこれ買えんやってなったらその夢もあるしさ、ねうん、それこそリアルにそんなもんそんな出なあかんねやっていうのもあるやろし、芸人目指す人に対してさ確かになんかこう締め、はあ、矢印を出せるというかさ、はあうん、なんかそれな気がします。そうやろ、はあ、やっぱ YouTuber になりたいっていう人が今多いのは、うん、なんかその稼げるよっていうのが分かって言ってる人が多いから、あそれは多いと多分なっちゃうんだろうなっていう、うん
ただでも芸人ってのはやっぱな難しいところで、それは当然稼げた方がいいよ、はい、それは当然稼げた方がいいけど、YouTube と違うとこは目の前のお客さんの反応見れるのよ。あ、それがでかいよね、はい、コメントじゃなくて、はい、リアルに瞬発的に笑い声が返ってくる。これがすごい大事で、芸人会社俺らそこにやっぱ二次元で生きてないというか、YouTube はまあ映像ではあるけど、やっぱりそのコメントで評価を見るから二次元やと思ってるの、はい、俺が。俺はやっぱもう三次元や、常にこう、はい、ボケたら帰ってくる、ボケたら帰ってくる、このやり取りがお金になる。そういうことなのよ。いい話、いい話、いい話なので、最後のオチがお金っていう。めちゃめちゃいい話なんですよ、本当に。でも、多分俺が今まで、何こうテレビ出だすようになって、はい、稼げるようになったって、ある程度お金もらえるようになった、生活できるってなった金額を、人生でトータルの金額としたら全然多分、普通のサラリーマンの人のが稼いでると思う。安定して儲けてる金の、それぐらい食われへん時期長い。ただ夢はあるよ ね、食えるようになってからの夢はあるし、はい、でも食われへん時の地獄をやっぱいかに乗り越えれるかっていうのはね、芸人目指す人に言いたいよね。でめちゃめちゃしんどい、売れる人間なんて。だって俺らの時で500人ぐらい NSC 入って、で自家長、うち、中とブラマヨぐらいや残ってんの、同期でな。500分の4だからね、コンビとしたら250分の4か、はい、全部コンビですよな、はい、今はもっと多いからね、すごいってなったらなかなか激戦よ、はい、だから言いたいね、そんなあのやっと売れたなお前らとか、野生爆弾や、はい、いや、まあ、お前ら言われとったけどな、やっと売れたなとか、はい、いや好き放題やってとかいう意見あると思うね、その世の中の人は、はい、汚いネタやってとかさ、はい、でも250分の4やねんてって言いたいの、はあ、すっげえ、すっげえことないよ、すごいですよ、確かに、そうやろ、すっげえことないよ、これと、はあ、ほんまはこれでテレビ出れてることって、はあ、無理やから、基本的には超、はあ、正直基本的にはまず無理な話、はあ、芸人で売れることは、はあ、でもだからでも諦めてほしくない、やりたい人は。やってしのぎ削りたいやん、あこんなのが出ていたおもろいな、よしほなこんなネタ作ったろって、はい、やりたいの、自分を高めるためにもな。だから芸人目指してほしいのよ。 あ、うん、あ、そうなんですね、うん、だから YouTube もそれいいよ、それも稼げんねんからそれはええし、もう立派なカテゴリーであるけど、芸人というカテゴリーもやっぱ忘れてほしくないよね、はい、ねえ真面目な話してるのに、そうそう、ちょっと思わぬ方向にいい話になっちゃいましたね、まあでもいい話、まあ、経験者の方で、ね、そうですよね、まあね、うん、超大変、芸人は、そうですね、朽ちる人間の方が圧倒的に多いから、あ多分、まあ、いや東大入るより多分芸人で売れるより無理と思う、多分、うん、正直毎年だってそれこそ 何千人って入ってる木もあるからな、その中で残るのとも3、4組やからね、だからほんま芸人で何おもろいおもんないとか言われてる人もいっぱいおると思うけど、俺もそう言われるやろし、でもテレビ出てる時点で相当すよみたいな、そうほんまはな、えげつない数のえげつない分の1やから、酒入りすぎた。だいぶ語った今、はい、うまいこと編集していただいて、はいはい、ありがとうございます。ちゃんとオチまで使ってよ、はい、まずいから。宇宙